結構高い。マジで？え、結構高いですよ、橋。ボーンっつった。いや、ここ、うん、共鳴するかのように急に乗り出した。アカルトブー、イエイ。大丈夫ですか？取り憑かれてます？気合い入れてみたんですけど今画面がこうグニャッとなった、はい、はい、ここ、はい、大阪府に来ております。そうなんです。そうなんですよ。光明池と光明池大橋というところなんですけども、はい、まあ、名前はね、光明池緑地でしたっけ、うん、という場所なんですよね、うんうん、昼間は光明池で釣りをする人も多い、うんうん、まあ、観光スポットみたいな感じなんですけども、はい、近くに霊園があって、ちょっと夜は不気味な雰囲気があると思うんですよ、うん、確かに。でここでは白い服を着た女の子の霊が出ると言われています、うん、また別の話では池の方から夜中に助けてという男の子と女の子の声が聞こえてくるとか、池から手が出てきて引きずり込まれるっていう噂もあるみたいです。お、じゃあ子供ってことですね。そうですね、女の子と男の子だったりするので、ちょっと声が聞こえないかとか、まあ、手が出てないかとか、白い服の女の子を探しながらちょっと池の方、なんかめちゃめちゃ広いみたいですね。そうですね、池大きいですね。ちょっと、ちょっとじっくりと、また水、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。いろいろバケタンとかもしながら進んでいきたいと思います、はい、待っていきましょう、はい、お願いします。お願いします。実際のトイレがなんか本気あって怖いですね。トイレです。まあね、個別なんだろうね。あ、これはなんかあれじゃないですか、よくある、はい、誰でもトイレですね、はい。でも誰でもトイレなんで一緒についてないんだ。確かに後付けっぽいですね。なるほど。すごい音鳴ってる。何かわーみたいな音ありましたね。動物の音します。そのカサカサカサ、普通にノラノラですかね。橋じゃないですか、これが。これが橋ですね。でっか、橋でかすぎない。大橋なんで。そうか、そうか。まあ、橋自体にもともと言われはあるわけではないんですけれども、うんうん、まあ、池をこう渡れるという、はあ、さっきもそれこそね、そうなんですよ、池でその橋で負けた赤出たので、光明池大橋の真ん中あたりでも負けたやってみましょうか。なんかちょっと出そうな気がしますね。いや、そう、なんかで、あれなんだ、大きい。特になんかどこら辺でその女の子の霊が出るとかも書いてなかったんで、男の子の、まあ、しかも声とかだったんで。もうなんか俺あそこの白いなんか建物がもう太陽の塔に見えるんだけど、なんか大阪な、ね、ちょっと不気味じゃない、あれ。あ、結構高い。マジで？え、結構高いですよ、橋。最近なんか高いところばっかり行ってる気がする、うん、さっきのは低すぎたけどな。怖っ。いや、広いな、ここすごいね。でもなんか下に下に集まるっていうじゃないですか。あ、なのに結構高いところが心霊スポットとして言われてるの。あ、落ちるからね。ちょっと本当に、まあ、でも橋とかはやっぱ水辺だからか。さっきなんか手が出てくるって言ってたよね。手出てくるって言ってました。マジか。照らしてみるか。あと男の子と女の子の声と、うん、女の子、白い服を着た女の子まで。あれと見間違えたかな。なんだろう、あれ。池見てみます。そうですね、池こっち見てみましょうか。もう結構高いんですよ。お前、高いな。うわ、え、めちゃめちゃ高いよ。真ん中の方来たら一回ボケタンしてみましょうか、うん、すごい立派な橋ですね、うん、こうなんか歩行の橋にしては大きいですよね。確かに。お、びっくりした。お腹でか自分でびっくりしてしまったボケタンやります。なんか出そうだな。緑だ。ほらほら。ここではない。
まあでもそんなに役が出てもね、さすがにね。でもなんかあれですよね、すぐそっていうか鉄塔というか電線自体がいっぱいあるから、やっぱ電波電磁波、そう、うん、なんかそういうニュアンス的には相性いいますもんね。良くない場所になりがちなやつ、時期が全部揃ってますね。確かに全部ではないけど、なんか俺あそこは怪しいよな、なんかずっと気になる、ずっと言ってますよね、うん、さっきからなんかすごい降ってきたね、急に来たね、来ましたね、急に来たわ、結構なんだろうな、あそこなんかなんか気になるな、あの銀のなんかこう何鏡というか、ずっと言ってますよね、なんか時計じゃないんですか、あれ鏡っぽいですよね、違う鏡ではないですよ、普通にマジ、なんだろう、めちゃめちゃ降ってきた、どっか茂みに隠れますか、びっくり、雨がすごい、ちょっと突然の雨に見舞われてますけど、よし、あ、ちょっとだけ気になったとこ行っていいですか、どうぞ、はい、ずっと言ってますもんね、ここでバケタンを、はい、なんだろう、時計ですか、こんなにでかい時計作る意味ある、いや、それはいいだろ、この辺とかは時計ありますよね、おお。水色です、さっきよりも安全です、ボーンってした、あっち、いや、ここ、これが鳴ったのか、え、あっちじゃん、これですか、いや、多分これっぽい、うそ、え、はい、機械音みたいな感じ、いや、もうここ共鳴するかのように急に鳴り出した、いろんな音、あ、展望台ですね、雨降ってる、え、いやいや、これよ、これだよ、これですよね、え、なんでここも逆に全然違うとこから聞こえるの、めちゃめちゃ遠くから聞こえます、いや、めっちゃこれ、うん、針が動いてるとかじゃないですかそんな1分単位なんですよじゃあもう1分待とうよ、え、毎回すごい遠く聞こえる、ほら針動いた、本当に本当に、ね、そんな動く、針動いたよね、だって今3回なったよそんな3分も進んだ針動きましたよ、え、マジか、え、でもちゃんと見ててください、え、だとしたらじゃあこの音じゃん、なんでここもそんな遠くから、確かに、ちょっと耳がおかしかったのかな、ちゃんと見といてくださいね、動くと音鳴るんで、ほら、ほんまじゃ、え、でも1分、でもさっき2連続で鳴った時はちょっと間近かったですね、うん、1分経った感じしなかった、徐々に動いててのもしかしたらああ、どうか立ち続けて、あのなんかめちゃくちゃでけえやつがあれ、もしかしたらなんか上に見えるやつ、え、家ある、建物じゃないですか、え、なんか見える、そう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 、おしゃれなデザイナーズの家かな、え、あれが展望台なのか、いや、でもこの進行方向右側にある気がするんですよね、さっきの地図だと、この辺ってこと、どっか右入れるんじゃないのかな、違うかな、もうないね、展望台ってことはだって上ってことですもんね、そうなんや、下に下がる感じ、卵型やな、展望台という展望台ではない、木に覆われた場所って感じですね、ね、そっち側の道入りそう、道はあるんだよな、道はある、入るとこがわからん、お母さんに来たこれ体育館じゃないですか、あ、かな、近くに体育館行ってたりって感じで、違うかな、でけえな、体育館っぽい、入る場所がね、ないですね、あ、そこ道になってそう、多分下っていく感じですけど、え、うん、雨ですか、雨、ここ入りますけど、入ってみようか、でなくね、入る入る入る、行きます、君やね、うん、真っ暗ですね、
そこはもう雨落ちてこないから。でも展望があるならもうなんかドーンって出てくるはずですけどね。なんか広場みたいなのがある。ね。なんだ。何これ。あ、早い。低くないですか。確かに。大阪緑の作戦、ね、景色が見えるかな。待って、展望でなくない？逆にこれは何だろう。あ、休憩所とか。あそこは橋か。そこでもこれ左行ったら、え、あ、え、何でとりあえず座った。とりあえず座ってみました。何もないです、ここ。あれ、展望台ではなさそうですね。そうですね、展望広場ってことなんで、まあ、橋とかは結構いい感じには見えます。まあ、そういうことか。はい、ということで、はい、大阪府光明池と光明橋に行ってまいりましたが、はい、どうでしたか。まあちょっとね、めちゃめちゃ雨が降ってきたんで細かくは多分散策できなかったんですけど。そうですね、うん、まあでもあそこの時計も何かあるのかなと思ったら、普通にあのあれが動いてるだけじゃないですかね。そうですね、噴子が動くからに揺れるっていうね。ずっとなんか橋渡る前からあれ何あれ何って気にしてましたもんね。そうなんですよ。そしたら普通に動いてるだけでしょ。でもまあその言われだった女の子の霊とか声が聞こえたりとか手が見えたりっていうのは、うんうん、まあ特に、はい、なかったんですけれども、あとは暗かったからね、池もね。でもまあそれこそ橋取ってる時に瀬川さんとかが言ってたように電波塔もあって、そうで団地もあって、結構心霊スポットと言われやすい相性いいものが周りにあるので水場だし、確かにそれによってまあ霊現象が起きやすくなってるっていう可能性はあるのかなって思いました。すごいね。え？なんか。人がびっくりした。人が来た。閉めますか。チャリ。散歩。よし。というわけで。はい。というわけで。何か映ってたら。映った。何ですか。ちょっと怖い怖いやめて。誰かいます？何か映ってたり気づいたりしたことがありましたら、はい、ぜひコメント欄に書いてください、はい、お願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。今誰か喋りました？こそこそ話です。本当に北東の方角に立ってたって話ですね。何だ？お化けマンションそこはだから。なるほど、あれか。直感は当たるんで、僕の最近復活した向こう修行を遂げた。何修行してたんですか？静かにするっていうオカルトチャンネルではですね、このちょっとイケボで